どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっと大人気のアレンジをまた作ってみました。ハートのアレンジです。なんかインスタグラムとかで結構見たりとかする方多いかなと思うんですけど、まあ外国人の方が結構やってるかなと思って、もう本当に毛束をこう4本でこう巻きつけて作るハートのアレンジ、結構シンプルで簡単にできると思いますので、気になってた方よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画を始めていきます。まずブラシでしっかりと溶かしていきます。引っかかりがないぐらいまでしっかりと溶かしてください。その次に N ドットのオイルをつけていきます。サイドの部分を中心につけてしっかりとまとまりが出るようにしておいてください。次にサイドの髪の毛を取り分けます。だいたいサイドを半分ぐらいに分けて、まず上の部分を後ろに持ってきます。反対側の部分も持ってきて後ろでゴムを結びます。結ぶ位置は少しこう頭の丸みがあって、少しへこんでるところの位置で結ぶとバランスがいいかなと思います。でゴムの部分を少しだけ下に下げて、サイドの下の部分ですね、髪の毛を取り分けて後ろに持ってきます。次に持ってきた髪の毛をまずこの上の部分の輪っかの中に入れます。で次にこの上の輪っかの部分と下の通した髪の毛の間を通して下に持ってきます。反対側も同様に、まずここの中に毛束を通します。で通してこの上の髪の毛と真ん中の髪の毛の間を通してきて下に抜きます。で下に抜いた髪の毛を上の髪の毛と同時にまとめます。ここでゴムをつけていきます。このハートになっている部分ですねを少しだけ形を整えて広げていきます。最後はお好みで毛先をコテで巻いていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。しっかりとハートになってますね。結構シンプルな作り方なので、気になってた方よかったら参考にしてみてください。